はい、どうも皆さん、こんにちは、しもりです。はい、ということで今回の動画なんですけれども、サムネ見てもらったらまあ分かってるとは思うんですけども、個人的に強いと思っているですね、あのリアタイで強いと思っている選手を今回使っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。どこだ投手リアタイで使ってみて。はい、ということで今こちらで表示されております広島東洋カープ床田投手を今回リアタイで使っていきたいなと思います。まず選手を紹介していきます。球威スタミナ74のビード打ち、そして制球68の投手でございます。一応適性は先発のみでございます。で、一応球種がストレート、高速スライダー、スローカーブ、縦スライダー、高速スクリュー、フォーク、サークルチェンジという形で一応ストレートが動く投手となっておりますので、よろしくお願いいたします。そして床田投手の強いところなんですけれども、ここです。対ピンチ、はい、こちらの対ピンチ20丸というところが先発投手でついているというところで、これ強いんじゃないかなというところで今回使っていこうと思うんですけど、一応特殊能力が対ピンチ伸び援護ということで、対ピンチと伸びをレベル5まで上げさせていただいておりますということで、こちらの床田投手を使って今回リアタイで勝っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。一応ストレート、高速スクリュー、フォークを使って抑えていきたいと個人的に思っております。よろしくお願いいたします。ということで早速リアタイいきましょう。どうぞ。はい、よろしくお願いいたします。ということでこの方587位ですかね、順位出ましたんで、ここしっかり打っていきたいなと思います。先発投手ダルビッシュ投手でございます。苦手です、ちなみに。まあ早いの待ちます、とりあえず。はい、オッケー、見えてる。今の見えたのはでかい、マジで。まあ思いっきり打っていきます。落ちろ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 、おー、ゴーゴー。いやー、ボールでしたか今のは。あー、くそがー。はい、ということで投球のやっていきたいと思います。まあ、相手の方はですね、順位を見ていただけば分かると思うんですけど、モサなので、まあモサに床田投手通用するのかというところを今回、しっかり検証していきたいなと思います。よろしくお願いいたします。まあ、ちなみに、まあ前もって言っておきますけど、モサはみんな打ちます。どの投手でも打ちますので。あや、オッケーオッケーオッケー、いいボール。どうしよう、ボールフォークでいいや。ここ、OK、ベッチョベッチ。これ決まった。OK、セジューはい、ナイスセンター。多分ですね、この方、まあ、500何位ってなってたんですけど、多分、床田投手が、どういうピッチャーかっていうか、球種を何持ってるかっていうのは、多分分かってないですね。なんで、今、なかなか通用してる感じになるんで、まあ、2巡目っていうか、まあ、2回から多分、めちゃくちゃ打てる気がしますけども、個人的には、はい。まあ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 、それでも抑えますけど、とりあえず最低限1回は抑えないとちょっと強いピッチャーとは言えないんで、さすがに、まあさすがにね。あい、ナイスボール。うめえなこの方、うめえな、さすがに。縦スラ、これと縦スラ、ここでここで縦スラ。でもね、床田投手の強いところはタイピンチをセッチャー、オッケー、ナイスショート。タイピンチを発動させてからが強いんで、まあ、対ピンチが出てない状態では、まあ、そんなに強くないんで、正直言って。なんで、一発打たれるのは、まあ、ちょっと怖いって感じですね。ちょっと怖いです。一発打たれるのだけがちょっと怖いです。ヒットは OK って感じで、対ピンチを、セッター、OK! 強っ。あとは打つだけでございます。中田翔選手。調子いいです、中田翔選手。ボール。ツーシーム曲がりでかすぎやろ、マジで。打てんでや。うわー、惜しい。ボールでした、ボールでした。今ボールボールボール、いやー、高速カーブがバカ強い。高速カーブ強すぎっす、無理。あー、ゴミゴミ、下手くそ。いやー、やっぱね、右の通信持ちは左バッターじゃないと打てないっす、個人的に。はーい、あー、きつっ。はい、ということで、まあ、ここバッティングが私は下手くそすぎましたということで、まあ、片付けたいんですけれども、それでもまあ0点に抑えて、次につなげ、取れ取れ取れ、センター、わーしー、これタイピンチくんじゃね、しかもタイピンチ来い、タイピンチ、おっしゃー、タイピンチ。ここから、ここです、ここからが床田投手の強いところです。タイピンチ出たんで、ここタイピンチ出ましたんで、
いいよ、めっちゃ落ちる。見ました今の縦スラ。ここ、オッケー、ベチベチ。甘い。やば、取れ、取れ。オッケー、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 ナイスセンター。ナイスセンター、ナイスセンター。やばい、タイピンチ出た、ナイス。強えよ、こっからだから。で、定位置にも直してからの高速スライダー。ここ。ここいいよ、でも曲がる曲がる曲がる。いいよ、まだ勝負できる。ここ、オッケー、ベチベチ。あ、オッケー、ナイスボール。センター、あ。あざした。はい、よろしくお願いいたします。ということで2試合目の方やっていきたいなと思います。相手は先発投手大野雄大投手でございます。先ほど全然打てなかったので今回はしっかり打って勝ちたいと思います。よろしくお願いします。ツーシームあります。集中。あーバカ。あー無理、それは無理です。あーくそ。はい、ということで、今ガンゼリジャンゼリと打てませんでしたけれども、今回床田投手の動画となっておりますので、まあ打てないのはドンマイということで、まあ切り替えて、床田投手しっかり無失点に抑えていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。サード、オッケー、ナイスサード。はい、ナイスボール。オッケー、ファースト取れよ。はい、ナイスファースト。うぃー、打つのうますぎ。それはそれは無理。はい、ピンチを出させてくれ。はい、ナイスピッチング。これ絶対打ちます。次、はい、ナイスバッティング。オッケー、ナイスバッティング。コロ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 、オッケー、ナイスバッティング。違うかった、やばい、ゲッツやめて、ゲッツやめて、ゲッツやめてよ。はい、ということで、まあ、1点は返せたんですけども、ここは、床田投手続投で、しっかり強さを見せていきたいんですけど、対ピンチを見せたい皆さんに、さっきはまあ微妙な感じだったんで、対ピンチを見せたいんですよね。ここ。あー、高い。いや、今のは甘い。今のは甘かった、マジで。今のは甘かった。うわ、怖えー。おい。甘い、甘い、甘い。甘い。あぶねえ。ここは入って。あ、ナイスボール。いやー、ナイスバッティング今のは。それはナイスバッティングだわ。タイピンチ。あー、交代しろ、交代しろ、交代しろ。オッケー。タイピンチ、タイピンチ、タイピンチ来い、タイピンチ来い。よっしゃー、タイピンチ来たー。タイピンチ来たよ、タイピンチ来たよ。マジ？タイピンチ、タイピンチ、タイピンチ。よっしゃー、へー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 。タイ、マジ出るよ、もう一回出るよ、タイピンチ怖い。うぃー、2度あることは3度ある。いやー、ここ来るよ。4度目の3度あることは。おい、外すなって、お前タイピンチ、お前ふざけんな、マジで。打ち取りよ、でも残念ながら。はい、ナイスボール。ここ、オッケー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 、あー、ナイスボールだ。あー、マジか、マジ、うわ、タイピンチ出ねえしよ、しかも。いや、でもここは、ここはちょっと変えるわけにはいかないんで、あの、床田投手のままでいきます。はい、ナイスボール。ちょっとインコース攻めます、ここ、今回。あ、やばっ、あ、やばっ、バカなの俺、俺バカなの本当に。